マーティンズビルはアメリカ合衆国バージニア州南部に位置する独立市である。周りをヘンリー郡に取り囲まれている。2010年国勢調査での人口は13,821人だった。アメリカ合衆国省務省経済分析局は統計上の目的でマーティンズビル市とヘンリー郡を一つにしている。地域のすぐ外、リジウェイの町にマーティンズビルスピードウェイがある。 1947年に建造されたこのトラックは舗装されたスピードウェイとして最初期のものであり、ペーパークリップに例えられる周回長0.526マイルのコースはナスカーのストックカーレース場として最短のものである。マーティンズビル市はヘンリー軍を合わせて構成されるマーティンズビルショートの主要都市である。このショート の人口は2000年時点で73,346人だった。初期のタバコ製造者、ヘンリー・クレイ・レスターの家、マーティンズ・ビル氏メインストリートにあったが、1940年代初期に火事で消失したヘンリー軍庁舎広場、1890年頃、頃ジョセフ・マーティン将軍、アルベマール軍で生まれ、ヘンリー軍で死んだ、マーティンズ・ビル氏は、ジョセフ・マーティンによって設立された。 マーティンはアルベマール軍で生まれ、アメリカ独立戦争の将軍、インディアン大理人、探検家だった。そのプランテーションであるスカッフルヒルは、現在の地域に近いスミス川の岸にあった。マーティン将軍と独立戦争時の愛国者、パトリック・ヘンリーが親友であり、ヘンリーにちなんで、ヘンリー軍が名付けられ、ヘンリーも短期間だが、軍内に住んだ。 死初期の主要産業は紙タバコの製造だった。ヘンリー軍は世界の紙タバコ使徒と呼ばれる地域になった。南北戦争後にプランテーション経済が崩壊すると地元経済も停滞するままになった。事態を打開したのはタバコ製造会社数社であり、19世紀から商品を全国に販売した。地元の家族はこれらの会社に深く関わり、その会社に 自分の名前を冠して20世紀初期までかなりの利益を上げていた。20世紀に入ると、R.J. レーノルズやジェームズ・ブキャナン・デュークがこれらの会社の大半を買収してモノポリが進んだ。初期の会社の中には、D.H. スペンサーサンズやスペンサー・ブラザーズがあった。その他、クレー・ブリス、コンプトンズ、ラッカーズ、ビィトンズ、レスターズ、 ブラウンズといった初期の会社設立に加わった家族もいた。マーティンズビル市で一世紀にわたって主要産業になっているのが家具製造業であり、バージニア家具の製造メーカーが現在もこの地域にある。マーティンズビル市は1928年に独立市になることを宣言したが、ヘンリー軍の軍長所在地であることは続けた。しかし、現在、軍長所在地は名ばかりであり、 ヘンリー軍の管理と裁判所機能は近くのコリンズビルの町に移されている。1941年、デュポン社がナイロン繊維を生産する大型工場を建設した。この繊維は軍需物資として重要であり、冷戦時代には戦略爆撃の目標にされた。このナイロン製造で地域の繊維産業が急成長した。マーティンズビル氏は、 世界のセーター首都と呼ばれた時期もあった。1990年代初期、世界的な経済構造の変化と、新しい貿易条約の締結により、マーティンズビルの繊維と家具の製造は立ち行かないものになった。多くの会社が閉鎖され、数千人の労働者を解雇した。近年、市は、技術開発と製造の中心として、長期的な構造改革を進めている。 地方政府が特定のサービスに資金手当てできないために近い将来、マーティンズビル市は町に転換することを決める可能性がある。マーティンズビル市教育学区で唯一の高校がマーティンズビル高校であり、生徒数は約900人である。2009年時点、この高校は10代の妊娠率で週内第2位となり、また中退率は最高になった。 このことで学校内で避妊具を入手できるようにした。マーティンズビル市教育学区には高校1校、中学校1校、小学校2校がある。さらに市内に近いヘンリー郡内に私立で就学前から12年生までを教えるカーライルスクールがある。児童生徒数は約600人であり、この内約130人が高校生である。市内には バージニア自然史博物館がある。スミソニアン博物館の参加にあり、マーティンズビル市出身のノエル・ボーズ博士とヒエイリーディ芸術博物館で、バージニア美術館参加のピードモント芸術協会によって設立された。ドレーパーの床屋のスタッフ、マーティンズビル市フランクリン通り、床に置かれた白いボールは、タンズボ・マーティンズビル記念病院は、 マーティンズ・ビル氏とヘンリー軍全体の医療を見ている。最初期の地元病院は50床のシャックルフォード病院であり、ジェシー・マーティン・シャックルフォード博士が設立した。後に、ジョンズ・ホプキンス医科大学の初期卒業生で、下界、息子のジョン・アームストロング・シャックルフォード博士も医療に参加した。バージニア病院協会の設立者、ジェシー・シャックルフォード博士は就民に対する。 包括的な医療を初期に提案したものだった。シャックルフォード病院は1946年に売却され、その後ジョン・シャックルフォード博士を初代外科部長としてマーティンズビル総合病院がオープンした。1970年、マーティンズビル記念病院が開業し、マーティンズビル総合病院の役目を引き継いだ。ポコソン氏は、 北緯36度41分10秒整形79度52分9秒、北緯36.68611度整形79.86917度、36.68611-79.86917に位置する。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、地域全面積は11.0平方マイルであり、この内陸地が11.0平方マイル。 水域は0.1平方マイルであり、水域率は0.45%である。市の北側が最も標高が高い。東側の斜面が南のスミス側に向かって標高を下げている。西側は丘陵である。パニルニッティング社、1926年に設立された初期のセミ会社、オークホール、初期タバコ製造会社の経営者、パニルラッカーの家屋。 1917年2月19日に消失した以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。大学夏季野球リーグの一つであるコースタルプレーンリーグに属するマーティンズビルマスタングスがマーティンズビルを本拠地にしている。球場はフッカーフィールドである2005年のシーズンから参戦した。またマーティンズビルスピードウェイがある。ナスカーが スプリントカップシリーズを年2回開催している。マーティンズビル高校、1912年のクラスシャックルフォード病院、ジェシー・マーティン・シャックルフォード博士が設立した、マーティンズビル記念病院の前身。ありがとうございます。